え、もうさ、サンダーのとこ行っても平気なんだっけ？あ、全然大丈夫です。サンダーってすぐ目の前行けるよな。まあ、なんかちょっと抜けて、あんまり双子島ほどじゃないの。双子島ほどは。ここな、スイ君がいい。スイ君、スイ君はクリア後だもんな。クリア後はでもいいや、じゃあクリア後はもう、いや、クリア後やりたいだろう。死んじゃうよ、カンタが。いい、普通にやりたいじゃん。ここね、もはや。そうです、そうです。無人発電所、うん、中どうなってんだっけ。ちょっと頑張るだけ。戦わなきゃいけないの。ビビだわ。モンスターボールある。いや、ダメだよね。丸まいになったり。丸まいんだよね。はい。で、通信入り聞いて。そう、まあ、いや、だからサンダー捕まえていいって言われたらマスターボール使う。はい。いや、モンスターボールとかもあるよ。いや、ね、それも聞くじゃん。それ聞くとなると、レポート書いてやらなきゃだから、お前がレポート書けって。なんでゼロ。ゼロ、めんど。あ、痛い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 。マジで。ダーハハハ。オッケーオッケー。乱数ジェネレーター。あ、ありがとう。答えは32です。あ、逃げれんのか。突然ガチャすごい。ガチャ、ガチャ。エイザーを殺した男です。うん、そんなあんまないからな。みんな殺さないようにしてたよ、お前。サブさんが決めてきたぞー。これちょっとだからサンダーと絶対必要です、サンダーは。いや、分かってよ。ドリル口出しがあるんで。必要だな。必要です。だからドリル口出しがあるんで。違うんです。知ってる俺からすると。ドリル口出しが、ドリル口出しのためにも、ドリル口出しのためにもサンダー必要なの。サンダー絶対必要です。ほんと、じゃあサブ頼む。いや、俺ら一切やらせなしだからね。うん。いや、マジでレポート書きませんか。いや、一回聞いてみよう。じゃあまずレポート書いていいか聞く。俺らが後で決めるけどね。はい、一回レポート書くかどうか決めます。うん。すみません、うまく聞こえませんでした。はい、なしね。なしね。なしね。シェフに嫌われてるのか。喋ってないのに聞こえない。いいですか。じゃあもう行きますか、サンダー。マジで頼む、サブ。頼む、サブ。本当に。いや、マジで行きます。勘弁してくれ。マジで行きます。先輩が頑張ってここまで来て、サブ頼む。知ってたろ？毎日見てるじゃん、俺らがやってんの。はい。はい。なんならお前も一緒に頑張ってきたじゃん。はい。いくよ。量子乱数。おい、大丈夫か？大丈夫。練習しなくていい。練習しなくていい。いや、もう一発勝負。一発行く？頼むよ。量子乱数ジェネレーター。その答えは96です。お前マジか。ちょっとサブー。やばい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 っす。サブー。何やってんだよ。どうしたいの俺ら。やばいやつマジで。さすがにサンダーの時はやばいっすね。え、なんかかけろ、お前の大切なもの。大切なもの、今一番大切なものに。パソコンでいいや。レポートだってパソコンで。レポート1個消します。ああ、そういいよ。レポート1個だから、レポート書くかレポート消すかって話だから。レポート1個消すのね。書いたレポート消します。13個中今3つあったの。はい、でそれ2つなんですね。マジで頼む。マジで頼む。量子乱数ジェネレーター、結果は15です。なんか違う。違う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 。いや、もう15は面白い。殺すかと思う。殺すかと思う。殺そうとしてる。俺らのなんか、だって俺らが嘘ついてないでやってるの知ってるだろ。15は面白い。もう一度お願いできますか。倒そう。いや、もうちょっとやばい。やばいっすよ、さすがにサンダー殺しは。何度落ちたのか分かりませんでした。サンダー殺しはやばいっすよ。マジで悔しい。これ見たいわ。うわー、マジだ、すげえ。これ見たら、これさ、視聴者的に絶対いた方が嬉しい。はい、さすがに。乱数ジェネレーター、結果は65です。もう手持ち3台で全部やられることになる。足に効かないです。気候だからか。はい、強っ。いや、強いっすよ、手持ち負けたらいいのか。そうか、戻っちゃうからか。はい、それの可能性信じよう。信じないっす。
全部倒してほしいです。結果は14です。16です。あ、やばいやばい、チームすごいやばいな。おいおいおい、全員よな。おい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 、なんか上がった。おいリーツ、このポケモンが相手をダメじゃ自分で攻撃するやつ。そうですね、頑張れ頑張れ頑張れ。おいバカ、やばいやばいやばい。結果は97です。やば、当たんないです当たんないです。いけ、頼む頼む、どういう気持ち。やばいよ、どうだったの。いや無理だよ、いやもう無理じゃん。ちょっと考えますね、さすがに。いやお前大島、うん、マジで最後に聞きませんか。あ、マジのやつな。マジのやつ聞きませんか。いやお前がそんだけ言うの。いや確かにまあ悪くはないと思う。その選択も多分満足させることには繋がるからっていうか、多分楽だし、全然可能性としてもクリアできる可能性が上がるから、やるべきな気がする。やってみてください。はい、はい、泣きの1回な。量子乱数ジェネレーター。答えは59です。お前もうダメだよ。ダメやもん。こいつも書いてほしい。やばっても多分じゃあ学校行きな。うん、学校行きますもん。はい、お疲れ。じゃあ、サブありがとう。お疲れ。はい、帰ります。なるほど、自分のこと嫌いになりました、ね。3番目と2番目が一番きつかったね。そうだね、確か負けてたもんね、最初の頃はね。いや、そうで、今んとこ負けてないんじゃない、最近は、うん、最近はもうやっぱ手持ちが強いから。ただ今回はね、ちょっと分かんない、多分結構厳しい戦いになるだろうと。この台ベース最低、やだやだ。乱数ジェネレーター、結果は1です。正直勝てる気ないんだよな。信じろ、うん、重量の差あるからね。信じろ、3人もいるからな、パンティオは。誰かがいい技出てますよ。いや、引きはいい、引きはいい状況。うんうん、なるほど。もう一発同じようだよな。あ、結果は16です。出たけどね、まずいな。おぉすげえ、なんとか。なんでこれ1残ったんだろうね。一人しか残ってないんだろうな、本当は。本当はリグダなんだろうな、今。よし、素晴らしい、これは大健闘ですよ。これは完璧だ。大健闘、1残ったのがね、大きかったね。2位になったしな、レベル上がったから。2位としてでもね、回復させたいところだから、ちょっともう一回聞いていい？回復させていいか。その答えは4です。OK、OK。じゃあ、必死2を犠牲にして、結局やっぱディグダおじさん、ダグドリーは。うん、おじさんがね、3人揃って頑張るのでだから。OK、うん。OK。なるほど。ちょっとね、うん。これいいっすよ。おー、マキト47です。いいね、バカ強いよ。よしよしよし、勝てる勝てる勝てる、いけいけいけ、耐えるだろう。よし70です。
わ、いいよいいよ、これ素晴らしい。倒すの？いや、倒しはしないけど、ありえないぐらいタスキを繋いだような気がする。うわ、倒す可能性全然あるわ。その答えは98です。わ、それはちょっと違うな。お、すごい傷をする、いいねいいね、滅びの歌決まった。サンダー殺したやつで、うん、やられようが、うん、相手はもう呪われてる状況になってるから、もうね、もったいないかな。はい、答えは58です。一撃かな。ちょっと残るか。当たるな。いやー、ちょっと俺がミスったな、出すことな。 OK、結果は76です。お、いいじゃん。うわ、あいつ引っ込めやがったぞ。俺を怒ってるよ。いいね、94です。いいね。いや、大門やめてほしいな。うん、いやー、うわー、やけどを負わされたことなかったな、今まで。そうだね、負わす側だったからね。うん、これ結構きついんですよ。では30です。うわ、またいなくなった。そういうことばっかする人だじゃん。テクニックでやってくるやつだな。68です。よし、勝った。いけ、よし、これもらえるな、この勝負。普通これシリで勝ってるのがすごいよね。自分でこう技選んでるわけじゃないから、圧勝とこだよ、それは。はい、結果は32です。やけどで俺らが倒れるの知っててやってんだ。くっそー、うまくやった、大津。でも大津頑張ったでしょ。ここでカンティアなわけですよ。カンティア行く、復活カンティア全だ。やっぱ48です。いいね。いや、そりゃきついよ。答えは3です。3ね、うん、いや、どうだ。おお、よし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 、47。おい、いや、ここはだからサブまでの間にどんだけこいつを削れるかっていう。そういうこと、そういうこと。27です。よし、外したーって。うん、急所でそれ。結果は60です。耐えろ。まあまあ、いかにサブにバトンをいい感じで繋げるか。でもちょっと余裕あるね。結果は82です。いや、聞くのかな。うわ、これはいけるいけるいける、ね、絶対いける。なんならサブ温存していくかも。結果は46です。お、よーし、よーし、よーし、すげえぞ。あ、じゃあ、強えよ俺らのチーム。まさかここまで強いと思わなかった。ねえ、サブ。結果は7です。はい、OK。よし、おしまいしましょう。はい、か。